いては帰ってきたマジャールの花、ヘンリエッタ・オノディのゆかの演技ご覧いただきましょう。バルセロナオリンピックではこのゆかで銀メダルを取っています。テンポから屈伸のムーンサルトを投げました。ちょっと高さが足りなくて落ちてきてしまいましたけども、非常にこの選手はムードが、このオノディならではのムードを持ってますから、そういうところをよく見てほしいと思います。非常に間の取り方が上手ですよね。3回ひねり健在です。今年22歳になりました。バルセロナの後2年半のブランクがありました。アメリカの大学に留学し、そして福岡のユニバーシアードに出場したのをきっかけに、再びこの競技をしたいという本心がこうメラメラと燃え上がったということなんですね。なんか今では本当に心から体操をしているという感じですね。はい、前世紀から比べれば多少技は落ちてますけども、 9.462 でも何か